強制システム理工学類の金子です。この研究はですね、ちょっと普通と違うというところがいろいろあるんですけども、中でも面白いところがですね、普通こういう研究は教員が、プロの研究者がこういうテーマがあるから やってみましょうということでリーダーシップ取ってやることが多いんですけども、この研究はですね全く逆で、そこにいる山田大学の山沢君とですね、当時学生だった今高木先生がですね、こういう面白いサンプルがあるから先生研究しませんか、設備を使って実験していいですかというですね、お願いがあって、で話を聞いて、そういうことであればぜひやりましょうということで始まった研究になります。じゃあ、ここで、研究内容の発表は、責任著者の高木先生に、渡します。はい、福島大学共生システム理工学類特任助教の高木より、研究紹介をさせていただきます。まずですね、モグラと聞いている基礎ですね、多くの人がその存在は知っているとは思いますが、実際には見たことがない生き物かと思います。日本にはですね、北海道 と、南西諸島は南西諸島を除く日本列島のほぼ全域に8種類のモグラが実は生息しています。これらはですね、よくイメージされる田畑だけではなくて、都市部の緑地などにも生息するような実は身近な生き物となっています。またですね、土壌生態系においては工事捕食者であるため、生物多様性の維持にも寄与しているというふうに言われています。また一方でですね、地下生活に適応しているため直接観察や飼育が難しいため、その生態の多くは未だ明らかではありません。その分かっていない生態の中でもですね、特に分かっていないのが繁殖に関わる部分です。これまでにですね、わずかに分かっているのはアズマモグラという種類ではですね、繁殖期が春から初夏にかけてであるということですとか、ヨーロッパに生息するですね、近縁種では行動圏がオスの行動圏がですね、繁殖期には拡大して複数のメスと被るということが分かっています。また日本のアズマモグラにおいてもですね、交尾期にはオスが多く捕獲されることから、交尾期のオスの行動が盛んになり、なることが示唆されています。一方でですね、一夫一妻であるとか一夫多妻であるとかですね、オスとメスの出会いと繁殖についてはモグラの中ではモグラの最大の謎とされてきました。そうした背景の中でですね、我々は研究を進めてきました。この研究の発端はですね、今日もいらっしゃる山形大学の学生の山沢大君がですね、自主的にモグラの捕獲調査を行っていたところ、妊娠個体を捕獲したところに始まります。左の写真がですね、調査中の山沢君の写真で、右がですね、調査時に捕まえた妊娠中のアズマモグラになります。続いてですね、こちらが実際に出産直後のアズマモグラの動画になります。この真ん中にですね、母親の個体がいてですね、上の方に子供が2頭、下の方にもう1頭子供がいるのが見て取れるかと思います。生まれた直後はですね、毛が生えてなくてこのようにピンクの地肌が見えているというふうな状況になります。もう一つですね、これ別のタイミングで撮った動画になります。ちょっと見づらいんですけども、夜間に撮影されたものになっていまして、この真ん中にモグラの母親がいて、ここの手前にですね、2頭の子供がいるのが見て取れるかと思います。このようなですね、モグラの出産直後のですね、子供の映像というのは非常に貴重で、日本でもほとんど例がないというふうに言われています、ね。で、ですね、残念ながらですね、これらの子供は、半日後に死亡してしまいましたが、将来のですね、研究サンプルとして生かすために冷凍保存されました。で、山沢君と私の方でこれらの個体をですね、何か研究に生かすことができないかということで話し合っていた時にですね、この研究の前に実は、私と金子先生の方で、ヌートリアというですね、外来のネズミがいるんですけども、それの親子判定をするというような、論文を書いていまして、同じようなことが、モグラでもできないかということで本研究をスタートさせました。ここからですね、実際に、材料と方法になります。対象はですね、山形市で捕獲されたモグラ親子4個体で、遺伝マーカーにはですね、先行研究で開発された核マイクロサテライトマーカー12座を使用しました。こちらはですね、人間の親子判定に使われるのと同じ手法です。
こちらですね ACACAC といった、単純なですね繰り返し配列の長さを測定することで、個体識別を行うというような手法になっています。例えばですね、分かりやすい例で説明すると、近い例で血液型で説明するとですね、母親が AA という遺伝子型を持っていて、その子供が2匹ですね、それぞれ AB と AO という遺伝子型を持っていたときに、子供の中でにですね、母親由来でない遺伝子が父親由来であるということで、そこから推定される父親の遺伝子、血液型は BO というふうに推定できます。このようにですね、母と子を比べることで、由来、分からなかった父親の遺伝子型を推定するというふうな手法を今回は取っています。実際にですね、こちらが本研究で決定したモグラの遺伝子型とそこから推定された父親の遺伝子型の一覧になります。一番左のですね、MGR14 の M という遺伝子座の場合ですね、母親の遺伝子型が155-159であるのに対して、子供がそれぞれ155-161、153-159、153-155というふうになっていまして、ここからですね、子供の遺伝子型の中で母親由来でないのが153-161という対立遺伝子であることがわかります。ここからですね、父親のこの子供たちの父親というのは153-161という遺伝子型を持っているというふうに推定されました。この他にですね、他のこの遺伝子座でもほとんどの遺伝子座でですね、父親由来の遺伝子型を1種類に絞り込むことができたことから、この3匹の子供たちの父親は1個体のみというふうに推察されました。最後にまとめと意義になります。本研究からですね、アズマモグラというのは DNA 解析によって個体識別と親子判定ができるということを日本で初めて明らかにしました。また今回のですね、同福祉3個体の父親は1個体と推定されて、今回の事例ではタフ1歳ではないということが考えられました。今後ですね、多くの個体を分析できれば、モグラの血縁関係や血縁個体が自然下でどのように分布しているのかということを遺伝的に把握できるということが分かりました。これはですね、これらの研究成果はモグラ類の最大の謎とされてきた出会いと繁殖の解明につながる手法であるというふうに言えます。今後ですね、私たちはモグラ類の繁殖生態解明のためにこれのようなですね、同様の研究を行っていく予定です。以上で研究紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。